大丈夫か。よし、3年目の 3K、 もうここからはいい風しか吹かせねえから。デスペラード金丸、あさって絶対リベンジしちゃったんだ。こういう時こそ吠えてくんだよ。ショージュニアタック3K が優勝してやる。ただいま英語にしてたか、ジュニアで。見たか、おい。俺たちが主役だってよく分かっただろ、おい。あとはなんだっけ、田中小松って呼んでたから名前忘れて。あ、そう、ショートよ、病み上がりだぞ。5ヶ月間、まあそもそも練習する人間じゃない、リングにすら上がってない人間にさらっと負けちゃって、どうした。この5ヶ月間お前ら何を勉強してきた、ノブさん。どういうことですか。まあいつになってもあいつらあの程度だよ。今日だって9割9分攻めて、俺らの試合見たろ。おい、まだまだなんだ、あんな墓像が。おい、この野郎こしてらな、まだくっついてねえだぞこの野郎。一応プレートで繋がってっからできるけどな、繋がってないよ。そんな奴らにお前ら負けたんだぞ、恥ずかしいな。まあでもしょうがない、こればっかりはしょうがない。お前らはだってかっこいいしか取り柄がないもんな。ごめん、認めるよ。そのかっこいいの部分じゃもう逆立ちしたって叶いません。ですがお前らそれだけ頑張ってろよ。俺たちがタッグとはプロレスとは全部教えてやる。あ、わかんねえ、ノブさん教えてやりますよ。次のタッグリーグな、おい、よく見たぞ。目離さねえ方がいいぞ。あ、こういうプロレスがあるっていうの、俺とデスペラード教えてやるから。ま、頑張ってくれ。あと1日あんじゃん、いっぱいビデオ見ろ。何にもなんねえけどな。